はい、くてまるどうもれーまるです。今回はついにやってきましたね、欅共和国2019のファンクラブ一次選考の結果発表の時間がやってまいりました。いやー、今日ね3コマ授業あったんですけど、3コマとも全然もう頭入ってこなくて、授業内容もうずっとそわそわして、ツイッターにもつぶやいたんですけど、 何人かいいねしてくれたんですけど、あーもうそわ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 ですよね。もう車も予約したし、ホテルも取ったから、もうあとはチケットだけなんですよ。ほんまにチケットくれるか、皆さんと一緒に見ていきましょう。ってことで、一緒に携帯、新しくなった iPhone XS Max 自慢したいだけiPhone XS Max で見ていきましょう。まずは1日目見ていきます。確認する。ちょっと待って、マジで当選。マジでやった。1日目来たかも。マジで、やったー。超嬉しい。やったーやったー。もう今すぐ友達に報告したい。後で報告したいと思います。やったー。ということで、あと2日目やばい。もうええわもういいわ。いやー、ツイッターでつぶやいたんですけど、あのどうせご用意できませんでしたっていうメールが来るん辛いみたいな。いや、当たっちゃったー。マジかー。はい、ということで2日目見ていきます。はい、2日目見ていきたいと思います。確認する。2日目は落選でしたね。まあそらそうか。で、千秋楽見ていきましょう。千秋楽レッツ来い。いやー、無理か。千秋楽はでも結果的に1日目、いや無理か。千秋楽、いや仕方ないな。千秋楽は強いしな。いや、千秋楽が一番いいので。いや、まあ初日もいいねんけど、やっぱ千秋楽最後見届けたいっていう気持ちもあるので、千秋楽狙いに、これからオフィシャル選考次あるんですけど、千秋楽申し込みたいなと思います。よし、友達に報告しよう。またね、欅共和国2018の振り返る動画も出すので、ぜひそれも見ていただけたらなと思います。はい、本日の動画以上です。気になった方や、ちょっとでも興味あるなって方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。で、コメントもね、ぜひよろしくお願いします。では、本日の動画以上。バイバーイ。